どうもハッシーです。室内ビオトープ67日目、今日はハリコの里帰り編です。隔離水槽でハリコを育てるのはいいとして、皆さんはどのタイミングで元の水槽に戻していますでしょうか。生まれたてのハリコは体長が3ミリ程度ですが、1センチを超えると親に捕食されなくなります。1.5 センチを超えると親に紛れて人工餌を食べれるようになって、2センチを超えると今度は隔離水槽で生まれたてのハリコを捕食し始めます。なので 1.5 センチ程度で元の水槽へ戻すのがいいんじゃないかと思います。撮影用に日向で水合わせをしていますが、水温が上昇するため日陰で行うべきです。体長 1.5 センチのハリコがもう少しいるかと思っておりましたが、2匹しかいなかったので今回は2匹だけ里帰りです。賑やかになりましたと言いたかったですが、まだですね。前回植栽した長葉おもだかですが、新芽が矮小化しています。これは植え替え時に一時的に栄養吸収能力が落ちるので仕方がないですね。一方クワイも同様に植栽しましたが、新芽の矮小化が見られません。この差は一体何なのか。品種の違いといえばそれまでですが、長葉おもだかは長すぎる根を切って植栽したのに対し、クワイは程よい長さだったので根を切らずに植栽しました。おそらくこの差は大きかったのかなと思います。長葉おもだかの根っこがこんなところから出てきております。この短期間でここまで伸びるとは、水質浄化能力が高いのもうなずけます。クワイは葉の枚数が5枚に増えました。この植物も成長速度が速い気がします。ニードルリーフが謎の J カーブを描いております。室内ビオトープ特有の育ち方ですね。このままほったらかしに育ててみます。親に紛れて餌を食べれるか、ここが重要な点です。食べれないと個別に与える必要があり、手間なのと餌の量が増えがちです。次にいつもの水質測定。上昇し続けていた TDS が下降に転じました。水質が安定方向へ向かう一つの指標ですので、ほっとしています。前回判断を保留にしていた窒素とリンですが、今回で窒素不足、リン過剰であると判断できます。一見リンが余っているようにも見えますが、浮き草が窒素を吸収しすぎてバランスが崩れているとも考えられます。植物の三大栄養素である窒素、リン、カリ、3つの中のリンを減らしたいわけですから、窒素とカリの添加量を増やしてバランスを整えることで、結果リンが減るはずです。なので今後は窒素とカリを添加していこうと思います。立ち上げ2ヶ月ちょっと経ちましたが、今のところ油膜、藻類被害がゼロで素晴らしい限りです。無冠水でもなんとかなるもんですね。ただし今後はどんどんメダカの数が増えてくるのと、梅雨が明けて本格的な猛暑が来るので、不栄養には注意したいところであります。本日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。続きが気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。